やあ、風見。意識が戻ったようだな。Lieutenant Jay is back. Don't tell me you got yourself killed too. Look, if you're dead now, could you at least ask everyone to stop showing up in my dreams all the damn time? Gets old. Oi, oi, shikkari shiro yo. Watashi wa mada shinde nai zo. Where am I? Kimi no nee-san ga yoi shita fune no naka da. Anshin shite ii.Big sister. とは言っても完全に終わったというわけではないがな。Yeah, she was our big sister, wasn't she? What the hell's going on? 混乱しているのか。まあ無理もない。耐性のない人間なら死んでもおかしくない量の薬剤を投与されたんだ。応急的な解毒はしたが、しばらくは水分を取りながらおとなしくしているんだな。Just explain what's going on. Why are you here? Why am I inside a ship like this anyway?私がここにいる理由は、君の姉さんが買ったこの船をミャンマーから運んできたのは私だからだよ。もともとこの船は私の父親の知人が道楽で作ったものだからね。維持に窮して手放すと決めた時も、競売の手配をしたのは私だし、こうして売却後の配送も私がやっているというわけさ。そして、君がここにいる理由だが、何も覚えていないのかね。I think I was being transported from Ichigaya to Akasaka, but Oslo's mercenaries attacked the convoy. Maybe? そうだ。そして君の身柄を強奪したオスロの私兵から、さらに君を奪い返した連中がいる。Right, Sachi.彼女だけではないよ。君が所属していた学園の学生、その全員が君のために無茶をやらかした結果が現状というわけだ。It's gotta be close to detonating. All of them? まったく。こんなめちゃくちゃな作戦がよくうまくいったもんだ。当の彼女たちは運が良かったとか奇跡だとか、中には自分の実力だと疑っていない者もいるかもしれない。だがね、うまくいったのは運でも奇跡でもないし、ましてや彼女たちの実力なんかじゃない。すべてはタナトスシステムのお膳立てと君の腕に巻かれたブレスレットのおかげだ。彼女たちがいくら本気で逃げたところで、相手は訓練されて組織的な行動ができる人種だ。裏を書くことさえ全て予測されているのが当たり前。それでもこうした現状があるのは、君の腕に巻かれたそれが下手なところで爆発されて困るのはオスロも同じだし。That's probably true. そもそもうまく逃げようせたところで、You gotta come back eventually. Gotta get the bomb off. それを外すことができなければ、結局君はどうしたってオスロのところへ行かなければいけないという。So we're still dancing the palm of his hand, huh? He just let us get away with it. 君の姉さんはそんなオスロの目論見を知った上で利用したわけだが、他の子たちは理解していないだろうし、理解させる必要もない。彼女たちの努力や献身を取ろうとは呼びたくないしな。That's probably for the best. Is there no way to get this thing off of me?生体シグナルを発生させるジェネレーターを取り付けた状態で腕ごと切断してしまえば外せるだろうが、当然君は右腕を失う。That's worth it. Let's do it. 右腕一本で命が助かると思えば安い代償だと言えなくもないが、執刀するのは私になるだろうし、使用する機材もあり合わせのものになる。失敗のリスクも大きい。Well, that leaves us with two choices. We cut off my hand and make a run for it, or I head off for a showdown with Oslo. Guess it all comes down to this, huh? 残念ながらあまり悩んでる時間はない。Shit. このまま何もしないでいても3時間後には爆発してしまう。 When this thing blows up, it'll obliterate everything in a 1500 meter radius.If worse comes to worst, you might have to dump me in the ocean to make a run for it. まあ、そう慌てて答えを出す必要もない。どういう結果を出すにしろ、
まだ少し考える時間はある。どうぞ。失礼します。That's you. マイク・マイヤー大尉、ミス・タナトスが今後の行動について相談したいことがあるそうです。至急第一発令所までお戻りください。ん、そうか。 Wait, you're a captain now? Good job on the promotion, buddy. 軍医は出世が早い。2年もあれば昇進もするさ。その辺の話はまた今度ゆっくりしよう。後のことは頼めるかね。はい、お任せください。では頼む。お体の具合はどうですか？ How are you supposed to be? はじめまして。合衆国中央情報局から参りました、ゾーイ・グラハムです。 You're from Langley. What are you doing here? 私の名前グラハムという名前にお心当たりはございませんか？ No. When would this have been? あなたがまだ幼い頃です。 Graham. Sorry, but no. I don't know. では少し昔話をしましょう。I got 3 hours, alright? I'm gonna die. 幼い頃のあなたはヒース・オスロの命令で一人の男を殺しました。その男はフリーのジャーナリストで、国際的なテロリストであるヒース・オスロを追って世界中で情報を集めていました。ある日、その男は世界中の誰も知らないようなオスロに関する情報を手に入れたのです。滞在先のホテルで原稿を書き、それを持って深夜に新聞社へと向かう途中のことです。男の運転する車の前に一人の少女が急に飛び出し、男の車はその少女を跳ねてしまった。慌てた男は跳ねてしまった少女を車の後部座席に乗せ病院。ところがその少女の正体はオスロの紙幣。 What? 運転席に座る男の首に背後からボールペンを突き刺し即死させ、自分は車から飛び降り、男の死体を乗せた車はそのまま道路脇に転落。ご丁寧なことに転落した車の燃料に火を放ち、Oh yeah, that's right. I remember that. 多くの証拠品を消失させて逃走した少女。それがあなたです。そしてあなたに殺された男の名前はポール・グラハム。死亡当時38歳。私の父です。 Please don't kill me. I was brainwashed. I didn't know what I was doing. You have to understandあなたのことを子供の頃からずっと探していました。中央情報局に入局したのもあなたを探し出すためです。そしてついにこうしてあなたの尻尾を捕まえました。この瞬間のために私はいろいろなものを犠牲にしてやっとここまでたどり着きました。She's gonna fucking shoot us.So, I'm your father's murderer. その通りです。Well, I won't deny that I killed him. And for what it's worth, I feel terrible about it. 謝ってほしくてこんなことをしているわけではありません。I know. Are you gonna kill me then? 殺してほしいんですか? You've got every right as far as I'm concerned.But if you kill me here now, this whole ship will be blown apart. I'd appreciate it if you'd wait a little longer.
I'm not planning to run away. Once it's all over, I promise to come back and give you another chance. 何の保証もありません。父親を殺した男の言葉を無条件で信じろというのですか? If you kill me now, you're gonna die too, and everyone on board. And at that point, you'd be no better than me, now would you? Tell me, how much have you found out about me? Do you know what kind of person I am? 調査可能な資料にはすべて目を通しましたし。あなたの友人だという男からもあなたの話は聞きました。あなたがどんな生き方をしてきたかは理解しているつもりです。 So you don't know anything at all then, right? それでもこれは話が別です。 You probably already know this if you read my file, but I've killed too many people. I'm not interested in clinging stubbornly to my life at the cost of sacrificing othersAnd I knew something like this might happen eventually. I'm not gonna ask you to forgive me. Just to wait a little longer. I'll come back and let you kill me, no matter what. But there's something I need to take care of first. オスロとの決着ですか? That's right. わかりました。今ここであなたを殺しても、あなたが殺した人間は生き返りません。ですが、あなたがオスロと共に滅んでくれるのならば、これからも数多く生まれるであろう、オスロの被害者を救うことになります。それがあなたの使命であり、合衆国及び、私の願いです。オスロを殺すまで、あなたの身勝手な死は私が許しません。それでいいですか? I wasn't planning on it anyway. Sounds like we have a deal. God. こんなところにいたのかね。呼び出したのは第一発令所だろう。はい。何のお話です?今後の行動について相談したいことがあると、私を呼びに来させたのはあなただろう。いいえ。誰がそんなことを?グラハム君だが、あなたの指示ではないのかね?ああ、彼女ですか。それなら、ええ、大体の事情は察しています。彼女は今、私の弟と二人きりで。そうだ、彼女があとは任せろというのでね。まずかっただろうか。いえ、それで結構です。それは彼女と約束した当然の権利ですから。どういうことかね。今一つ理解に苦しむが。まあとにかく問題ありません。せっかくデッキに出ていらしたのですから。あ、そうだわ、素敵な女性をご紹介いたしましょう。ん?立花さん、申し訳ありませんが、見学はその辺にして、そろそろ戻ってきていただけますか? Pushing her face into a hatch that presumably connected to some kind of communication tube, the Nados called down into it. Hi! 今戻ります! And a moment later, a slightly dopey voice replied from within. はい、お待たせしました。それにしてもすごいお船ですね。これをこんな人数で操縦できるんですか?対戦当時のレプリカとは言っても、それは外観だけの話で、中身は電子機器でサポートされていますので、極端な話、一人でも送還が可能です。そしてこちらがこの船をミャンマーからたった一人で運んできてくださいました、ジャスティン・マイク・マイヤー大尉です。はじめまして、マイク・マイヤーです。ジャスティンという名前はいささか気恥ずかしさもありますので、どうか気軽にジェイとお呼びください。これはどうもご丁寧に。私は私立美浜学園で学園長をしておりました、立花千鶴と申します。お名前だけは存じておりますよ。以前バンクーバーの空港で起きたテロの制圧部隊で風見の上官をしておりましたので。
の時は大変お世話になりました。So we saved your life. Yeah, I remember that. いえいえ、何かと無礼の多い部下たちでしたし、救出時の不手際を今ここでもう一度謝罪させていただきます。タイ、こちらのミス立花がこの館の新しいオーナーとなられる方です。ほう、それはそれは。いや、まだ買うと決めたわけではありませんよ。第一、潜水艦が新しい校舎だなんて、むちゃくちゃじゃないですか。そうはおっしゃられましても、もうすでにあなたのお名前で戦績をオンライン登録してしまいましたし、あちらをご覧ください。超使えるメイドがいるのが見えますよね。小峰さん、あんなところにロープでぶら下がって何を。船名をペンキで書き込んでいるのです。3500トン級大型個人船舶、その名も美浜学園です。困ります。ご連絡したとは思いますが、美浜学園の校旗は持参していただけましたか。来ましたが、では早速掲揚しましょう。それをセイル後部の国旗掲揚塔に掲げれば、個人所有の船舶であっても学園としての特権が与えられます。 This is very unorthodox school. 特権ですか。そうですね、主に納税義務の免除と警察権が及ばないということ。それに停泊地が外国であっても日本国内と同等の権利が発生するということでしょうか。要は校旗を掲げていれば、そこは美浜学園であり移動教室であるということ。校旗を掲げた時点で中にどんな重犯罪者がいようと迂闊に手を出すことはできなくなるということですね。神聖なる学園を犯罪者の巣窟のごとき言いようは気に入りませんが、そうすることで学生を守ることができるのであれば。船体への内入れが終われば、当館は速やかに罰病し、この場から撤収します。お二人とも館内に戻って出航の準備をなさってください。あなたは戻らないのかね、ミス・タナトス。私はもう少しここで日本を眺めています。そうか、では館内に戻りましょうか、ミス・橘。はい、それと私のことは千鶴で結構ですよ。They're gonna fall in love. シーズル？チズルです。それにズーじゃなくてズーです。 Captain J, you're blowing it, man. If you can't pronounce your name rightWhat good are you? You're like me. For a moment, Thanatos paused to reflect on the words she'd spoken. Where had this desire to gaze at her country come from? In her time as a disembodied system, she'd come to think of national defense as a concrete objective to be implemented, rather than an abstract concept.But this was the first time she'd ever expressed such sentimental feelings about her homeland. Perhaps regaining her physical form had left her somewhat vulnerable emotionally? Maybe. Or was it just how it felt to have a body? Many people are willing to sacrifice themselves heroically while playing a game on their television set, but prove to be complete cowards in real life. Had her escape from the confines of the Thanatos system left her equally timid?Looking down at the pitch-black sea, she studied the gently swaying reflections of the moon, and after a moment she raised her eyes to gaze at the distant shore, glittering with the light of human activity. 世界ってこんなにも綺麗だったのね。 Sure is. No mechanical eyes could possibly convey such an overwhelming amount of visual information. Even compared to the world she'd imagined inside her mind, this seemed a far more breathtakingly brilliant place.
Nichan? It was the familiar voice of her brother. This, too, seemed distinctly different from what she'd heard through the machine and from our memories of the past. 体の方はもういいの? No. I could ask you the same thing, but forget that for now. I think you owe me an explanation. とは言っても、どこから説明したものかしらね。Why didn't you tell me you still had a body left? もし私の体が残っていることを知ったら、そういうことよ。だから私はあなたにも、誰にもそのことを説明しなかった。他に質問は? What are you planning to do next? そうね。このまま船で国外へ逃亡かしら。Do you have a destination in mind? もちろん。行き先は南の島よ。A tropical island. 太平洋のミクロネシア地域に個人所有の小さな島があるの。そこへ逃げ込むわ。Privately owned, who's the owner? あなたの島よ、ユージ。What? ハルデラさんの黄色い車。知っているでしょ? Well, sure. When JB got promoted as part of a transfer to Japan, she used all the money she got from the company to buy it. そう。ハルデラさんが車を買ったのと同じように、草壁麻子も貯金をはたいてあるものを買った。You're saying that something was this island? そう。彼女が買った島は、彼女の死後、あなたの名義になっているわ。This is crazy. The woman never breathed a word about that to me. そういう人だということは、あなたが一番よく知っているでしょう。Well, she never told me. 他に何か聞きたいことは? How was I supposed to know about the island? No, nothing else comes to mind. そう。だったら、あなたから私に何か言いたいことは?Close your eyes, spread your feet, and grit your teeth. いいわ。The instant she closed her eyes, her brother slapped her in the face. Oh man, look at that. Her cheeks stung with heat, but the pain wasn't particularly severe. That said, no matter how unreasonably she treated him, Yuji had never raised a hand against his sister before. Not even once. The knowledge that she'd driven him to this hurt Kazuki far more than the blow to her face. You moron. Do you have any idea how worried I was about you? There's so many things I want to ask. I don't even know where to start. Why do you always have to be like this, Nichan? そうね。ごめんなさい。Look, I'm not even really sure where I'm going with this anymore. Mind if I cry for a minute? おいで、ユージ。As her brother fell weakly to his knees, Kazuki gently wrapped her arms around him. When had he gotten so big anyway?As Yuji buried his face against his sister's slender body, weeping quietly like a child, that was the first thought to run through her body. 体ばかり大きくなっても、相変わらず泣き虫なのね。These slightly teasing words elicited no response whatsoever. The poor boy had been through a lot. More than most people could possibly have endured, in fact.Why, Nichan? Those were the only words he managed to force out of his mouth. There were far too many possible responses to such a vague inquiry. But if she had to interpret on behalf of her overwhelmed little brother, he
He was probably asking something like, why did it turn out this way? よく頑張ったわね。辛かったね。でも、あなたが頑張ったから、今私たちはこうして再会もできたのよ。それとも、何も起こらない平凡な人生で、ずっと私の影に隠れて暮らしていた方が良かった？When she phrased it this way, it almost sounded as if she'd kept her distance to help him grow as a person. But in truth, Kazuki herself had been growing rather tired of their former relationship. People called her a genius, but in the end, she was only human. She'd failed in far too many ways, and those arrows had begun to weigh quite heavily on her shoulders. Her brother has always been compared against his genius of a sister.Her very existence had caused him to suffer. Even so, she'd believed that there was a path forward for them. Perhaps her brother would end up totally reliant on her for the rest of his life. But it didn't seem so bad. A part of her would even have preferred such an outcome. But considered from another angle, this was proof that she was just as reliant on him.Such dependency was simply incompatible with the kind of perfection she'd sought in herself until then. Now that she'd fallen in love with her brother this deeply, Kazuki could no longer change. She could no longer allow herself to change. But if she couldn't perfect herself, she just had to perfect her surroundings, to remake everything around her. The moment she realized this, everything else stopped mattering.She'd begun to fantasize about creating an entirely new world. There was no such thing as paradise on this earth. But if it didn't exist, why not just create it? For her brother and for herself, Kazuki had decided to build a new world. This was why she'd fought her long and lonely battle, all to bring that dream to fruition. Yuji, あなたはどうする?どうしたい?選択肢は二つよ。一つ目はその腕の爆弾を腕ごと切り落として私たちと一緒にあなたの島へ逃げ込むこと。島に逃げ込んでしまえばあとは私が全部何とかするわ。誰にもあなたに手を出させない。私が一生あなたを守ってあげる。あなたはこれまでずっと頑張ってきたんだもの。ここで逃げ出しても誰もあなたを責めたりなんかしないわ。そしてもう一つの選択肢は自分の手でヒース・オスロとの決着をつける道。一見すればこちらの道の方が正道だけれど、こちらの道は当然リスクも大きいし、必ずうまくいくとは限らない。ましてや今のあなたにはあなたの死を悲しむ人間が大勢いる。あなたの死で生まれた悲しみはいずれは憎しみに成長し、新たな悲しみを生むかもしれない。戦うことも勇気なら、逃げるのもまた勇気。今のあなたならこの言葉の意味は理解できるわよね。兄ちゃん、 I have to go。 行くってどっちに？ I have to go to Oslo。よく考えたの? Yeah. And I made a promise with you, remember? I said I'd take Oslo down. あの時とは状況が違うわ。それに、あの時はそういうふうに言わないと、あなたが何もかも諦めてしまいそうだったから、あえてそう言ったのよ。 Yeah, but I've got to go anyway.For one thing, I just promised a woman I'd kill Oslo. Zoe Graham, ne? And more importantly, no matter how bad the odds might look, it's pretty lame to give up before you even try, right? まあ、あなたなら当然、そう言うだろうとは予想してはいたわ。でもあなた、勢いよく立ち上がったのはいいのだけれど、オスロの居場所を知っているの？Why don't you find out for me, Nichan? お姉ちゃん、お願いは? Please help me, Nichan.
姉ちゃんじゃなくてお姉ちゃん。おは大切よ。I'm begging you, Enchan. Please help me. お願いでいいのよ。お願いしますだと、途端に他人行儀になるじゃない。Just as difficult as ever. どうしてもっと上手に甘えられないのかしら、この子は。まったく。Okay, now I'm starting to get on my nerves. はい。Kazuki. なあに？お姉ちゃんと呼びなさいと言ったでしょ？ That does it. Get over here for a second. いや、痛い。何をするの？ You're coming with me.いや、やめなさい、ユージ。あなた、お姉ちゃんにこんなことしてただで済むと思ってるの？絶対に許さないんだから。Even a genius of Kazami, Kazuki's caliber miscalculates sometimes. The Thanato system was capable of gathering all sorts of information and analyzing it precisely. With its power at her disposal, a mistake of this kind would have been utterly unthinkable.But while serving as one of the system's cores, Kazuki's brain had unconsciously avoided obtaining information concerning her brother's activities in this specific regard. And as a result, she was operating on some extremely flawed assumptions regarding his proficiency in the handling of women. The boy she'd once known had been timid, gentle, and completely submissive to his sister in all things. So she'd hardly expected him to turn on her with all the force of a bloodthirsty beast.Through long years of experience, Kazami Yuji had all but mastered the art of bending impossibly difficult women to his will. As a result, not even the world's most advanced information processing system was capable of accurately assessing his abilities as a gigolo. And thus, a mere 5 minutes later... 仕方がないわね。今回だけはあなたの言う通りにしてあげるわ。Appreciate it, Nichan. いい、Yuji.お姉ちゃん以外の女の人にあんなことしちゃダメなのよ。Did we just sleep with our sister?、Hmm? Oh, right. Well then, what exactly did that sort of thing mean specifically? Yuji himself wasn't entirely sure. Well, I think that's enough for today's episode, and I will see you all on Friday. Have a good day.